ないんです、どこにも。サイメイ、ついに動き出したか。だけど今はそれどころじゃない。これは ナルトなの？やっぱり予想通りだ。キュービの封印が解けかかってる。ナルト、あんた一体どうしちゃったのよ。サクラ、慌てるな。でもナルトが。大丈夫だ、こういう時のために僕がいる。僕ならナルトを元通りにできるってことさ。ヤマト隊長が？とにかくナルトを抑えないと。援護を頼む。はい。動きが止まった。よし、今だ。火影式自陣術、撹乱日転推進。なんとかなったか。ナルトは大丈夫なんですか？ああ、なんとかキュービのチャクラを抑え込むことができたよ。抑え込むって一体どうやって？僕はオロチマルの実験体だった頃があってね、そこで初代様の細胞を埋め込まれたんだ。ヤマト隊長が初代様の細胞を？初代様は微重を意のままに操ることができた。だからその能力を受け継いだ僕は、今回のようにナルトの力を沈めることができるんだよ。そうだったんですか。あの、サイのことなんですけど。サイのことはもうわかってる。え？ま、そのことは後で説明するよ。そろそろナルトも目を覚ます頃。ナルト。あれ、さくらちゃん。俺ってば、なんで。よかった、本当に。ご無事なようで何よりです。なかなか楽しい遊びだったわ。これからどうします？
一度アジトに戻るわ。ん？私に何か用かし。君はナルト君と一緒にいた。はじめに言っておきます、僕は敵ではありません。僕はとある方の指示によりあなたと交渉しに来ました。何を言うかと思えば、その話何を根拠に信じればいい。それはおかげ直轄の暗部、その構成員のリストです。そんな超機密書類まで持ち出してくるとはね。いいわ、信じてあげましょう。どうも。それで私と交渉したいとか言ってたわね。はい。ここで話もなんだから、アジトで聞くことにするわ。ついてきなさい。やはりな。え、サイが？ああ、前々からサイの行動は不審な点が多くてね。だから僕の分身隊を見張りにつけていたんだが、どうやらサイはオロチマルと組み、彼らのアジトに向けて出発したようだ。あいつ一体何考えてんだってばよ。見張っている限りサイは個人的な理由で動いているようではなかった。じゃあなんで。これはまだ推測の域を出ないが、サイには五代目とは別の主がいて、僕らとは別の命を受け行動していた。そしてサイの主とオロチマルの目的と利害は一致すると考えれば。でもオロチマルと組んでまで一体何をしようとしてんだってばよ。おそらく第二の木の葉崩し。そんな。何にしてもこのままサイを放っておくのは危険だ。僕たちもすぐに彼らを追うよ。わっ。オロチマルがいる。わかった。さ、準備はいいかい。はい。やってやるってばよ。ここがオロチマルのアジト。この先どんな仕掛けがあるかわからない。今まで以上に慎重に行くよ。わし。ここまで来ましたか。サイ。てめえ、なんで木の葉を裏切った。へえ、よく僕が裏切ったことを知ってましたね。そこまで感づいているのなら、僕の目的も大体わかっているのでは。まあね。今
今回の件は君の独断ではない。他の主の思惑なんだ。そしてその主は第二の木の葉崩しを企んでいる。さすがですね。その通りです。僕たちは今の木の葉を潰し、その上で新しい木の葉を築く。サイ、あなたはそんなことに手を貸して何とも思わないの？別に。だってそれが僕の任務だしね。てめえ。さて、話はこれくらいでいいでしょう。オロチマルの命により君たちをこの先へ進ませるわけにはいかない。この先にはサスケ君がいるからな。サスケ君が。悪いけど君たちにはここで消えてもらう。この先にサスケへ続く道がある。サイ、お前がそれを邪魔するっつうんなら容赦しねえ。ちんたらしてられねえんだ。この先にあいつが待ってんならなおさらだ。こじ開けてやる。ナルト。ヤマト隊長とサクラちゃんは手を出さないでくれ。ここは俺がやる。待て、こっちは3人いるんだ。確実に進むなら協力して。ヤマト隊長、ここはナルトにやらせてください。きっとナルトは戦いを通してサイにいろいろ伝えたいんだと思います。しかし。お願いします。そんなに悠長になってやれないよ。劣勢だと思ったらすぐに割り込ませてもらう。ああ行くぜサイ。なぜこんな力が。前の手合わせでは君はこれほど。言っただろ、サスケへの道を邪魔する奴は容赦しないってな。俺はつながりを守るためならいくらでもあがいてみせるってばよ。そんなものが君の力になっているとでも言うのか。あとはサスケだ。無駄だと思うよ。何？僕はここに連れられた時サスケ君に会った。え？でも彼は君たちのことは何とも思ってないと言っていた。君はサスケ君のことを兄弟のように思っているとさくらさんから聞いた。けどそれなのに彼は。
おやおや、あっけなく負けたもんだね。薬師兜。でも裏切ったわけじゃなさそうだから許してあげるか。てめえ何を睨んでんだか。僕を睨んだところで何も解決しないよ。うるせえ。お前たちがサスケに目をつけなきゃ、あいつがこんなとこに来ることはなかった。やれ、それは責任転嫁ってやつだ。結局のところ彼はここに来ていたさ。イタチを倒す力を手に入れるために、その身を闇に染めるためにね。僕たちはそのきっかけを与えたに過ぎない。彼は自分で選んだのさ。まだそんなことも理解できないのか。君は昔から頭が悪いね、本当に。なんだと？サスケを返せ。返せはないだろう、ナルト君。ずれてるよ、それ。サスケ君は望んで我々の元へ来たんだ。引きずりすぎだよ。男のくせに未練たらしいね。さて、くだらない話はこれくらいにして、そろそろサイを返してもらうとするか。させるかよ！ナルト君、僕とやる気のようだけど。けどね、さっきの戦闘で消耗した君が、この僕に勝てると思ってるのか？何寝ぼけたこと言ってんのよ。ん？あんたの相手はナルトじゃない、この私よ。サクラちゃん、あんたは許さない。今さら君が出てきたところでどうにもならないよ。それは逆だ。お前こそサクラと僕を相手にどうにかなると思っているのか。ヤマト隊長、ここは二人で叩くよ。サクラ、時間をかけると他の邪魔も入りかねない。じゃあ俺も。いや、ナルトはサイを見張っていてくれ。ここはさっき戦ってない僕らの出番だ。でも大丈夫。あんなやつに、あんなやつなんかに絶対負けないから。あまり女性に手を挙げたくないが、聞き分けのない子なら仕方ない。少し痛い目を見てもらおうか。やってみろ。まさかここまでやるとは。これ以上俺たちの邪魔すんじゃねえ。邪魔ねえ。いやいや、君を見てると心底哀れに思えるよ。んだと？人は変わる。サスケ君はもう昔のサスケ君じゃないんだよ。
夢や理想だけ追い求めてもどうにもならないことがある。サスケ君には君の声は届かない。そして君の元へは戻らない。絶対にね。誰が何と言おうと、あいつは俺の友達だ。やっとできたつながりだ。俺はそれを守る。それだけだ。やはり君は頭が悪い。つながり？それが何だって言うんだ。そんなものあったって、つながりがあれば必ず彼を連れ戻すことができる。そうなんだね、ナルト君。ああ。サイ、君は何を言っているんだ。ナルト君とサクラさんが必死にサスケ君を追うのは理由がある。サスケ君とのつながりを切るまいと、つなぎ止めておこうと必死になってる。僕にはそれがはっきりとはわからない。でも僕は二人が手繰り寄せようとしているつながりってのを確かめてみたい。サイ、だからこれ以上の邪魔はさせない。結局君もそっち側の人間だったか。何かと使えそうだと思ってたけど、どうやら思い違いだったようだね。まあいい。どちらにせよ結果は見えている。せいぜいサスケ君に無駄な説得をやってみることだね。逃げたか、ナルト。さっきのカブトの言葉だけど、あいつが何言おうが俺たちのやることは変わらねえ。サスケを連れ戻す。うん。それにしてもサイ、お前なぜ僕がこの選択をしたのか本当はよくわからない。でも君たちといれば何かがわかる、そう思ったんだ。そっか。よし、ヤマト隊長、あとはサスケを連れ戻すだけだってばよ。ああ、それじゃ第7班、行動再開だ。わっ！はい。この先にサスケ君がいるはずだよ。この先に。よし、行くってばよ、みんな。